引っ掛けさえできちゃえばあとは簡単ですね。まあなんかそこですよね、やっぱ、やっぱそこっすよね。多分もうハンドルだけで、多分ハーフでいけます。さっきの、はい、はい、ハーフでいきます。まだまだこれ、でした。ありがとうございました。水温の問題もありますもんね。水温の問題もありますけど、今ちょっと直前にあった問題が大事だと思うんですけど、あまあ、ね、なんとは言わないですけど、はいはい、高平さんが多分まとめてくれると思うんで、そこは、はい、どうですかね。割愛しちゃうかもしれないです。じゃあ行ってみましょう。はい、結構綺麗になりましたよね。綺麗ですよね。だからもう走らせてて気持ちいいですもん。ですよね、前なんか多分こんぐらいの勢いじゃないとやばかったんですけど、うん、もうそこまでやらなくていいんで、はい、気楽っす。確かにそうですね、それはでかいですよね、はい、お、サルーフオープン。開放でいいっすよ。いいっすね、はい、じゃあ次からいきますね。はい、いやいい加速だな、まったく。
倒れました。スタンド？あのカメラの。あ、やっぱり今すげえ吹っ飛びましたよね。はい、あのドドドドドってカメラごと吹っ飛びました。で結構やっぱり田辺さん、はい、結構あのもう浅かけじゃないんですよ、もう。あ、角ついてますね。結構深いんですよ。繰り返して多分。そう。はい、でやっぱりそれで、はい、その振り返すときに若干レスポンス落ちちゃうんですよ。ああ、うん。アクセルがやっぱり抜いちゃってる？いや、アクセルはもういいんですよ。はい、自分のと真逆なんですよ。自分はアクセル踏んでないと逆にダメなんですけど、はい、この仕様だともう全然気にせずいけちゃうんで、はい、いいんですけど、そう。あれですね、多分角度つけようとつけようと思わなくても大丈夫かもしれない。ああ、そういうことですか。はい。あ、無理に。そう、無理しなくていいってことです。はい。やめましょう。はいはいはい。いやー、やっぱ車速速いっすよ、自分より。ありがとうございます。やっぱ速いっすよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いやどうでした？速いっす。速いです、全然速いです。いや、まだまだですね、自分。まあ、車はね、やっぱトラクションの係と仕様が違うんで、そうですね、どうしてもあれですね。はい、いや、知ってて不安で不安でしょうがないですよ、ボールとか。そうですね。